ああ、聞こえてますか？ああ、こんばんは。コンプロパティがなんか変わっちゃってる。え？こんにちは、こんばんはなの。この、この、いらっしゃいませ。よかった、よかったです。ありがとうございます。そして今、ジン君がいっぱい落ちてきましたね。ありがとうございます。ジンさんの、ジン君なの。壊れちゃった。すいません。ありがとうございました。調整できたかな？音量とか大丈夫でしょうか？ジン君の声も聞こえてるかな？ジン君の声も聞こえてますか？大丈夫。ああ、よかった。ジン君今日も可愛いね。だって。ありがとうなの。よかったね。あ、もう早速50名集まっていただいてる。ありがとうございます。よしよし、もっちゃん、もっちゃん、はい、こんばんは。今日はぴったり始められたのに音声が聞こえないっていうね。ちょっとだけね。ちょっとズコってしちゃった。というわけで、改めまして始まりました、アルティスタ .com、 略してアルドコー、ラムサンマイ。急にやめて、急にやめて。ジンくんちょっと発光してる、ちょっと発光しちゃったか。ピカーンピカーンって、ここら辺発光してる。はい、こんばんは。工房アルティスタイベント担当のガラさんです。そしてジンギスカンのジンくんなの。ゆっくりしてってね。はい、ゆっくりしていってください。今から購買部行こうか迷ってる。あら、まだ7時まで通常営業してますので、もし帰り道とかであればどうぞゆっくり。ジンくん口の周り光ってるって。何テカテカするもん食べたの。やだやだ、絶対なんかつけたしょ。びしょびしょじゃないの。はい、この番組はですね、工房アルティストのキャラさんのイベント報告、イベント情報の告知、購買部情報の告知、新商品や既存商品を紹介していく番組です。なの、はい、購買部元気に営業中だそうです。なのなの。いや、まず、新情報からいろいろ発表していくかな。6月の話ですね。もう6月の話するの？5月の話もうないの？もう6月ですって。で、まずジンくん情報からいくよ。はい。どれの話してんの？最初に何の話したい？そっちからしたい？あ、OK。はい。じゃあ、ジンくんがどうしてもこの話からしたいということなので、うん、では、ビジュアルをお願いします。ジンくんもいいかい？はい。ザ・ラムル、止まらない美味しさ。最強の硫黄肉、出荷へのミッション。誰も残さず。全部食え。ハッピーな食材、世界基準ジンギスカン。よくできました。よくできました。というわけで、先日発表されましたジンくんとザ・ファブルのコラボビジュアルでございます。ザ・ラブル、止まらない美味しさ。ジンくんはずっと見切れてる。それで正解です。合ってます。いや、めちゃめちゃかっこいいですよね。今回、ファブルが6月の18日に、公開が決定いたしまして、
で、この映画公開に先駆けて、まあ、各地のね企業さんとコラボしてポスターを作ってるんですけど、今回お声掛けいただいてジンくんがコラボすることとなりました。めちゃめちゃかっこいい。で書き下ろしでねポスターにこのポスターをイメージして書いてもらって全然写ってないんだよジンくん。チラッてチラッとね。あ、出てきたわジンくん。はい、あはすごい、ここにある。で、細かいところまでね、なんかちょっとこだわってしまっていろいろ情報が詰まってるんですけれども、楽しんでいただければと思います。で、なんだっけ、このポスターに関しては、まあ、アルティスタ、あとはさっきあれですね、朝日ビレーンさん、浜松館さんかな、はい、浜松館さんは今ね休業中なんですけど、うんうん、ロイン亭の方が、はい、まあ、縮小ですけどね、うんうんうん、営業はされているということ で、 でそちらにもね、どうやらポスターがもう貼ってくださってたようなので、うん、なんかもしかしたらねどこかで目に触れる場所があるかもしれません。アルティスタではね、もう貼って貼り出してありますので、購買部お越しの際には見ていただければと思います。めっちゃ貼ってますめっちゃ貼ってます。なのめちゃめちゃかっこいいです。なのすごいね岡田くんのかっこいいね。岡田くんの隣にジンくんいるよって、なんかもう毎回通るたびにスタッフ一同えって言ってめちゃめちゃテンション上がりますよね。で、皆さんね結構もう反応してくださってたかなと思うんですけれども、ジンくんが引用リツイートしてるツイートですね、のコラボビジュアルのツイートをリツイートしてくださって、ジンくんのことをフォローしてくださってる方の中から抽選で原作のね作者さんが書き下ろしてくれてるオリジナルポストカード、こちらを10名様にプレゼントという企画もねやっております。これはいろんな企業さん含めてねみんなでやってるものみたいなので、ぜひぜひ皆さんファブルのホームページとかね、公式ツイッターから情報も見ていただければと思います。すごいの僕も欲しいの。わー、ゼロさんありがとうございます。そしてまだガラポンのままだったってことに今気づいた。ありがとうございます。ジンくんがいっぱい景品になって落ちてきたで、ジンギスカンのジンくんインフォの方からもねこの情報が出ておりますので、ぜひぜひ両方ねチェックしていただければと思います。いやー、かなりこだわりました、ね、皆さん気づきましたかね、ファブルの監督さんの名前ね、ね、あれこだわりポイントだよねかなりファブルの監督さんの名前が江口寛さんというね、江口寛さんという方が監督さんなんですね。もうそれを見たらね、もうラムルの監督はそれは寛くんでしょうと。いやそっちが寛さんならこっちは寛くんですってそう、本当の監督の名前がカタカナで漢字で江口で、カタカナで漢で江口漢監督ですねぴったりでしたねでもまあメガホン握るの漢くんってことは、まあまあまあとんでもない話になるでしょうね、恐ろしいそうそう、それで漢くんなんですよ。そうなんです。こんばんは、いらっしゃいませ。ただいまジンくんとザ・ファブルのねコラボポスターのお話をしておりました。こんばんはーなの、いらっしゃいませーなのね、ツッコミどころ満載のポスターになっておりますので、ぜひ見てみてください。公開は6月18日からとなっております。で、キャンペーン自体は
5月22日から6月30日までの間に、リツイートしてくれた方の中から10名様に、書き下ろしオリジナルポストカードプレゼントのキャンペーンとなっておりますので、ぜひぜひこちらもチェックお願いいたします。はい、ディスクン担当多め、そうなんです、全部ディスクン押し付けられてますからね。皆さんも見てみてください。そして、次6月6日から、俺もやねー、ちょっと言いたかったなんで俺もやねー、なんで俺もやねー、ジンくんさ、ポスター見て自分で俺もやねー話聞けよこれあのこれはあのザ・ファブルの無になんだ無になんだザ・ファブルの1を大丈夫や問題ない1を見てる方には分かるネタなので、ぜひあの気になる方はザ・ファブルの前回のね映画を見ていただければ、一作目を見て、ね、ジン君のお気に入りキャラといえばもうこれ、うん、これ一択なんでしょ、もうみんなもかっこいい、なんで俺もやねーなんで俺もやねー、うるさいうるさいなあ一人二役やめてくんないこれあの見たらわかるんで、みんなわかる、そうイントネーションちょっとね北海道民にあれは難しい、関西弁のイントネーション難しいよね大丈夫、壊れてないです、モノマネしてるだけなんで。一作目といえばね、一作目もあの今みたいなご当地コラボ、そう、その話してなかった、はい、企画がありましたよね。そうなんです、一作目の時は北海道のコラボ企業としてテレビ東さんね、うん、選んでいただいて、実はファブルのポスターの隣にテレビ東さんのコラボポスターが並んでたんです。それはファブルの、前作のホームページからまだ見れますので、見たことなかった、その時知らなかったっていう方はぜひそちらも見ていただきたいです。テレビ東さんの、ね、ポスターのクオリティもなかなかに高いのでチェックしてください。あれかっこいいよね、父さんね。ぜひぜひ。で、前回のね、企業コラボのね、皆さんもいろんな面白いポスター出てますんで。で、気になった方はぜひね、ファブルも見ていただいて。私、あの、前作見てて、すごい好きだったから、このお話来た時めっちゃテンション上がって。ジン君がファブル大丈夫？裁かれない？って思ってドキドキしましたけど、ジン君は裁かれずに済みました、大丈夫でした第1弾第2弾のねコラボもぜひ見てみてください。あ、ねアマプラ見れたはず、アマプラ見れたはず、私もこの間何かでまた見たんだよな。今ね見えれるところどっかあったな、きっと前作Hulu、Hulu、アマプラですね、うん、Hulu とアマプラで配信中だそうです。大丈夫かな、ああ、ありがとうございます、アマプラ入ってるから見る、あ、ぜひぜひ見てみてください。ちょっとね、よろしくお願いしますドキドキするシーンもあるんですけど、そういうのもね得意な方はすごい楽しめると思う。ドキドキしちゃうけど結構ねアクション多めだしね、あのやっぱファブルといえばアクションよ。主演のね岡田くんのスタントなしのわかったあのシーンもいいよね、いいよね、かな
り一作かなりコメディ要素強いんで。見てみてくださいな。そんな感じ？話し忘れてることない？ファブルについて。大丈夫？まあ、楽しみってことだね。あ、ぜひぜひ原作もね見てみてください。そしてテレビ東さんのねコラボポスターも見てみてください。はい、そして、まあ、先ほどねちらっとだけ話しましたが6月の6日から15日まで、ラムバサダーフェスティバル、こちらが開催されます。これ、ね、毎年だったらね集まってみんなで肉を食べたり遊んだりしているんですけれども、今年は、各店舗を拠点にネット通販、デリバリー、テイクアウト、イートインで、羊肉を楽しもうというイベントとなっております。 OG ラム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 、はい、どっか行っちゃった。おじらもどっか行っちゃった。バイバーイ。もちろん遠く行ったね。出荷されたのかな。ジンくんもですね、ラブバサダーとしてもちろん参加予定となっております。なんか普段、まあ、バラバラでねやってる店舗なんですけれども、今回はそのラムバサダーフェスティバルという一個のお祭りとしてみんなが一度に集まってこう開催されるというかね。なのでラムバサダーフェスティバルのホームページに行っていただけると、どの店舗がどういう出店方法で参加しているっていうのが分かりやすく載っております。なのどんどんあの情報が解禁されていくと思いますので、こちらからも案内は流しますが、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。なの、はい。で、ジンくんは、前回かな、ちらっとお話しした、まあ、オンライン企画みたいな感じとして、新商品もね、ご用意しておりますので、こちらも楽しみに待っていていただければと思います。で、今回ですね、なんと購入商品とあとハッシュタグとか店舗名とかねをつけて、SNS 投稿、インスタ、YouTube、インスタ、Twitter など、投稿していただいた方の中から、羊1頭分のラムチョップが当たる29名様、肉ですね。29名様にラムチョップ、ラムチョップ、ラム、待ってよ、ラム。ラムチョー、はい、が当たる企画もあるそうです。はい、詳しくはね先ほども言いましたがラムバサダーホームページからご確認ください。先にここまで話しちゃうね。そしてラム三昧。そしていい話です。はい、そして、ラムバサダーフェスティバルに連動して、配信企画も準備中でございます。はい、配信日は6月6日と12日、合ってるよね、6月6日の土曜日と、いや日曜日と12日の土曜日を予定してます。でこちらはお昼かな、13時とか、そうですね、うん、13時頃を予定しております。まあ、内容などについてはまたご案内いたしますので、お楽しみに待っててください。でここまで話しました。でラムチョップといえば、先日ジンくんのお誕生日会でね、アンケートとかクイズに答えた方の中から10周年にちなんで10名様に、まあ、今と同じですね、1等分のラムチョップフレンチラックが当たるよという企画を開催いたしまして、当選者様にどうやら全て配送完了しているそうでございます。当たった方、おめでとうございます。あ、コメント欄にいる。動画の通りラムチョップ入れたら美味しかったです。よかった、ありがとうございます。千秋さんも当たりました、おめでとうございます。
ご当選おめでとうございます。あれうちには来てないぞ。おめでとう。あれ食べちゃったか。私たちもね、今回ラムチョップを皆さんのもとにお届けするということにあたって一度焼いてみようと、焼いてみないと皆さんもちょっとわからないかなと思って、頑張って焼いてみました。ラムチョー、はい、その動画が、YouTube に上がっております。いやスタッフ一同初めてのフレンチラック丸ごとフライパンで焼くっていうね作業だったので、私は頑張ってないです。あれ私頑張ってないです。ガラさんの手だったって噂があるんですか。違う違う、私の手じゃない。これ鉄板ネタになりそうだ。私の手じゃない。ちょっと5つ目のね。私そんな手だったな。うちのね違うスタッフの子がやってくれたんですけど、私に包丁を持たせたらみんな心配するかなと思ったから私は包丁を持ちませんでした。応援と解説係でした。で、ね、美味しく焼けたのでぜひぜひ見ていただいて、であれは丸ごと焼いた時のパターンなので、ご自宅で焼く時深いフライパンがないよっていう方はカットしてこうラムチョップの状態にして焼いていただいてもね、もちろん美味しく召し上がれますので、もうとにかく包丁の切れ味とにかく包丁の切れ味には注意していただいて、いい切れ味のもので切っていただいてください。ちなみに使ったフライパン直径28センチくらいのフライパンで、でかかったですね。そう、底面がね割と広めのフライパンで、うん、なんとか収まるっていう感じでしたね、うん、かなり大きかったですからね、うん、私たちが頼んだラムチョップも、うん、いつもは野菜切るぐらいだからそんなに切れ味の悪さに気づかなかったですよね、うん、あんなに切れにくくなってると思わなくて。あれね、最初と最後にはジンくんもちらっと登場しておりますので、あ、半分の塊にして焼いたら美味しかったです。おー、なるほどなるほど、そうですね。全部は無理だけど半分ぐらいだったらフライパンで、ご家庭にあるフライパンでも焼いて食べやすいかもしれないですね。やばい、ウォータースライダー。全然。カットしながら。ちょっと何ウォータースライダーや聞きたいの、何聞きたいの、言わないよじゃなくて。聞きたい方は YouTube で見ていただいて、はい、チェックしてください。1頭ねかなり量あるんで、今回届いた方結構ね写真ちらっと見ましたけど、うん、ボリューミーでしたね。ぜひ美味しく召し上がっていただければと思います。美味しく食べてねって、はい。で今回のね、まあ、話戻りますが、ラムバサダーフェスティバルでも同じようにラムチョップが当たる、そんな企画もございますので、ぜひ皆さんもねまたご参加していただければと思います。よろしくお願いします。はい、そして次です。6月11日金曜日から24日の木曜日までですね、東京駅一番街地下1階軽階段下ワゴン軽スポット横にて、ジンギスカンのジンくんミートツーリズム、こちらが開催予定となっております。なんかこの場所の名前を久しぶりに言った、
ね、今年もジンくんのグッズがね、東京駅にお邪魔するお邪魔いたします。で今回はですね、電車のモチーフとかがね結構多かった中、今回はまあジンくんが東京旅行してるようなねそうなのね、まあ、楽しそうなジンくんたちのイラストとなっております。いつもね電車ごっことかだったもんね。で今回ちょっとまた変わっておりますので、ぜひぜひお楽しみに。で、一応営業時間がですね、現在の発表では10時から20時半、最終日は18時までとなっておりますが、状況によってこちら変更となる場合もございますので、随時、営業時間などはチェックしていただければと思います。そんな感じかな、ジンくんの情報は。なんかあった？ジンくん来ないんですか？いや行きたいんですけどね、気持ちはもちろん行きたいんですけど、なかなかねまだ状況的にちょっと難しいところもありまして。東京行きたいよね飛行機の乗り方忘れちゃったねどうやって飛行機乗ってたっけかそれなのねえ、そうですよね、みんなもきっと行き来したいと思うですのでね、グッズだけでもジンくんが東京に行けることを祈って、無事ね開催できるように進めていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ジンくんからなんかお話あります？なんか話したいことあった？でももみちゃんがこの間ジンくんのこと探してたよ。合ってない？ピンクでした。合ってない？大丈夫？すごい。あ、そうですね。グッズ詳細についてはまだちょっと先になりますね。決まりましたらカタログなどで発表していく予定となっております。いいの？もみじ来なくていいの？少し遊んであげな。ワイワイしないで。じゃあ、もみじにワイワイしなくていいから、カメラの前の画面のみんなに向かってご挨拶して、ギスくん多分ご飯準備してくれてると思うから、お手伝いしに行っといて。はい。というわけで、ジンくんは、この時間でお別れとなります。最後にご挨拶。ねえねえ、今日ジンギスカンにしない？いいね今日のご飯はジンギスカンに決定。お腹減った。オージーラム、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 オージーラム。皆さんも一緒に元気よく、オージーラム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 。長いね今日。オージーラム。というわけでありがとうございます。CM の後も番組は続きます。オージーラム、オージーラム、オージーラム。本当にフェードアウトした。
はい、画角大丈夫ですか、はい、戻りました。いや、今の動画皆さん、ギス君可愛くないですか。めちゃめちゃ可愛く撮れちゃったんですよね。本人は思ってないかもしれないけど、ちょっと可愛く撮れちゃったのでアップしちゃいました。ね、可愛いって言ったら怒られるけど、だって可愛いんだもん、しょうがない。かっこいいけどね、かっこいいところもあるけど、可愛かったですね。でさっきの、ギス君の動画も YouTube にアップされておりますので、癒されたいときはぜひ見てみてください。はい、そしてそしてお話を続きしていこうかな。はい、はい、作者さんの方からご案内がありましたが、アルケミーノートさんと後藤真希恵さんの2人キャラ展というものが、札幌地下街コミュニケーションスペースにて6月11日から17日まで開催予定となっております。こちら詳細などにつきましてはまた、ご紹介させていただこうと思いますので、そちらをお楽しみに待ってていただければと思います。新商品などもね、発表されるかと思います。餅が実験されてるの。そうですね、ビジュアル発表されてましたね。また詳しくはツイッターなどでご案内していきます。はい、そしてそしてなんか音がしました。大丈夫、大丈夫です。はい、ひじかたくん情報なんですけれども、5月の29日13時からひじかたくんをお招きしてツイキャスの放送を予定しております。こちらまあ、なんだろう、ひじかたくんと皆さんでちょっとコミュニケーション取れたらいいなっていう回で、特にまだ内容とかはね決まってないんですけれども、まあ楽しんでいただけるようにちょっとね準備していこうと思います。何時からだっけ。13時かな、確か13時って言った気がする。まだあのツイッターにはまだね時間書いてないので、また改めてご案内しますね。座談会ツイキャス予定しましたけど、 YouTube なんですか。あ、でも30分ぐらいなんだよね、放送時間が。 YouTube でやってみます。まあまあ座談会、座談会、まあ土方くんをね、あんまりまだ放送に出てないので、改めて土方くんのご紹介兼ねて、お話もしていけたらいいなと思います。今決まりました、土方くんの配信は YouTube からやるそうです。座談会ってほどじゃないけど。放送自体は、まあ、30分前後ですかね、30分前後を予定しております。消えた。そして、今日ねコメントも書いてくださって方、くださっていた方いらっしゃいましたけど、土方くんくじ、ね、5月5日に発売されました土方くんくじもね全て発送が完了しております。皆さんの手元に無事届きましたでしょうか。あ、こんばんも、ようこそ。今土方くんのねお話をちらっとしておりました。で、土方くんくじは終了しましたがね、また、まあ、配信とかも含めて楽しんでいただける企画をやっていけたらいいなと思っております。くじありがとうございました。いい、こちらこそありがとうございました。お、マウスパッド当たりました、おめでとうございます。副長賞当たりました、おめでとうございます。ってことはあれです、ハンドソープディスペンサーですね、使ってください。ぜひぜひ。あ、色紙おめでとうございます。結構ね今回のくじでしかゲットできないものとかもねたくさんありましたので、楽しんでいただけたらいいなと思っております。
はい、こちらこそありがとうございます。でですね、土方くんのお誕生日に発売してたもので一時欠品していたものがあるんですけれども、そちらの再販売が、決定したものがありますのでご紹介させていただきたいと思います。5月29日の11時からですね、5月29日11時から完売してました。こちらちょっと色抜けちゃうかも。鍋つかみが数量限定で復活。そして、注射券入れ、こちらも再販売となります。2種類ですね。そして大変ご好評いただいておりまして、再追加ですねとなります。八頭身アクリルスタンド2種、ポストカード付き、こちらも、再販売となります。いやもう本当にこちら大変ご好評いただいておりまして、うん、追加した分も完売してしまっていて、こんなにご好評いただけるのであればということでさらに追加させていただきました。皆さんの手元に渡りますようにと。もうね、ハットシャークスだ、もちろんかっこいいですもうね、ポストカードもまた素敵なのでぜひこちらも一緒にチェックしてください。で、同じく5月29日の11時からなんですけれども、先週かなお話ししたあっことりさんのこのシリーズですね、あっことりさんの、ミニハンカチ、クリアファイル、ポストカード、そしてこのマステ、先週お話ししたマグカップのショー、そしてお薬手帳カバー、こちら購買部店頭ではすでに販売してるんですけれども、電脳購買部の発売が29日からとなりました。こちらも合わせてぜひチェックしてみてください。そしてさらに29日同じく、テレビ東さんの新商品というか、まあ、テレビ東さん商店で販売していたり、テレビ東の1階でね、あの一時試験的に販売していたものとかがあったんですけれども、そちらを電脳購買部に、並べることとなりました。テレビ東さんのコットン等とビバ札幌と書かれたミニハンカチ、あと一言ステッカーが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類、めっちゃありますね。一言ステッカー9種類、そしてハンカチ新デザインが2種とテレビ塔さん出没注意ステッカー、これはですね今売ってるやつか、うん、今テレビ塔が出たやつ、あとコースターが 1,2,3,4 種類、あとループキーホルダーとマグネットで、お薬手帳カバー、気づいてなかった。お薬手帳カバーあんの？あるんだね、できたんだね。できたんだ、うん、そして、テレビ東さん商店で販売していたテレビ東さんロンティー、これカラーのやつですね、ピンク、グリーン、あとテレビ東さんのタオルと、疫病退散ロンティー、これもテレビへ父さんのデザインやつですね。こちらもこのロンティーとかに関しては在庫品になるのかな、在庫限りになる可能性がございますが、こちらも合わせて29日発売開始となります。もともとね商店でしか並んでなかったものとなっておりますので、一気に並びますのでこちらも楽しんでいただければと思います。テレビへ父さんね、テレビ塔の1階にでっかい看板貼ってありますからね、うん、ありがたいことに結構大きいのがこんな感じかな、ね、一言ステッカーがかなり東山商店でも人気の
商品になってまして、メガネはどこかでとか、うん、あ懐かしいな、そういうなんか父さんもまだまだ若いぞとか、うん、そういうあの父さんの一言シリーズがステッカーになってるやつでね、あのかつてミニ T シャツっていうのを売って、テレビ父さんで、はいはいはい、あの今のジン君のお着替え T シャツぐらいのサイズで、うん、まあ、ぬいぐるみ用のものではないんですけど、飾り？飾りとして、針金のハンガーにかかって売ってたんですよ。あ、もうハンガーとセットで。そう、セットで。ははは。で、吊るし、まあ、ディスプレイというか、うんうん、オブジェとしてお使いいただけるようなものだったんですけどね。そこにおじさんがよく言いそうなセリフが。10種類書いてあって、若いもんにはまだまだ負けんぞみたいなこととかね、もう本当おじさんが言いそうなこと、これだから今の若いもんはみたいな父さんも昔はモテたんだぞとか、ね、そういうやつですよね。しばらくT シャツ本体が作れなくなっちゃって、うんうん、販売はやめてたんですけど、今回ステッカーになって復活したと、はいいうことです。はい、これ背景の色もみんな違って結構カラフルでね、うん、店頭もかなり華やかだったのを覚えてますので、商店行く予定だったよっていうタイミングで、確か商店もね途中で終了してしまっていたので、うん、そういう方もね手に取っていただけるタイミングになりましたので、ぜひぜひ見ていただければと思います。写真とかはまた改めてですね、一応ツイッターに前は上げたかもしれないんですけれども、それ以外にもあるもんだって、見たことないやつ、コースターとかループキーホルダーとかね、父の日もありますしね、お子さん、そうですね、そうですね、父の日にぜひ、父の日にぜひ、テレビ父さん、父の日にテレビ父さんぜひこんな感じかな。絶対お伝えしなきゃいけない情報はこんな感じです。父の日ですって。質問？質問ございますか？ちょっと先に質問タイムやっちゃいますね。くじのドリンクカバーは洗いますか？社長、社長見てる？くじみたいなやつ、そうそうそう、ああ洗います。プリント自体は大丈夫ですよね？大丈夫、本体も大丈夫、本体も大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。ただ、乾燥機とか、あそういうのは、はい、NG です。キュッて、うん、そのことです。社長、社長今日アイス食べてましたね。あ、ソフトクリーム。そう。今日は特に質問は、マルさんのここでもう一品の配信はまだですか？もうやる？当面やら。当面やる予定はございません。ない。ないございません。火鍋やろうやろう言ってくださいですか。そうですね。火鍋 ね。火鍋会もやりたい。あ、うん、まだまだ札幌は寒くなる日が多いですから。私まだ毛布で寝てます、普通に。N ウォームで寝てる。ニトリの。あ、火鍋とっても美味しかったです。ありがとうございます。もう何入れたんだろう。火鍋はね、結構入れるものによって味かなり変わるので、うん、火鍋ね、火鍋やろ、火鍋やりましょう、うん、はい、汗かきながら火鍋を食べたい。ちなみにさっき父の日だねなんて話をしてましたけど、大人気のテレビ塔さんおチョコ、こちらもまだまだ販売しておりますので、うん、これ
父の日に人気の商品となっております。あ、ゆりやけさんコラボのカバン使ってみました。まだね、まだそういえばあのお正月に注文受けたのまだ全部出来上がってないんですけど、そうなんです。もう1、2ヶ月で、全部いくんご注文いただいた皆さん全員にお届けできる予定でおりますので、うん、まだの方はね、今少しお待ちいただければと思います。少々お待ちください。土鍋で火鍋最高です。もしかして時間余っちゃった？あー、そうですね。そんなことはない。購買部のお休みをもう一度、はい、ご案内しつつ、はい、改めてなんですけれども、今月ないよ、ただいま、北海道緊急事態宣言が出ている状況でありまして、通常の営業は行っているんですけれども、一部ちょっと購買部の営業をお休みとさせていただいておりまして、そのお休みが、日曜日となっております。ですので今月でいうと次が5月30日ですね。5月30日が一旦お休み予定となっておりますのでご了承くださいませ。あとキャラさんのね、登場予定もちょっと今のところ、まあ、再開めどはまだ立ってないですけれども、お休みとさせていただいております。その代わりツイッターなんですが、ツイッターとか YouTube とかにね、写真とか動画をちょっといつもより多めにアップできたらいいなとは思っておりますので見てみてください。お願いします。この話、はい、してと、はい、はい、あのガラさんからお時間をいただけましたので、はい、ちょっとあの今検討中の商品を、届きたてのサンプルをね、はい、今こちらにいらっしゃる皆様にちょっとご覧いただければと、はい、思います。思います。あのアルティスタでは薄い薄手と呼んでいるパーカーがあります。今ガラさんが着ているのがそのタイプですね。この裏地なしの、はい、裏地はあのパイルとかでもなく、もう生地のままの状態の、うん、こういうやつ、はい、アルティスタでは薄い薄手と呼んでいます、はい、これが薄い薄手です。薄い薄手と呼んでいます。あの結構これ着心地が良くて着回しもいいんです、うん、ガラさんもよくこれめっちゃ着てます。着てるんですけれど、なんとこれがですねメーカーさんの方で廃盤になってしまうと。そうなんです。リリーナさん、そうです、 T シャツ生地みたいなやつ。そうです、そうです、 5.6 オンスの天軸地みたいな感じなんですけど、はい、なくなっちゃうんですよ。悲しい。なんていうことでしょう。なんていうことでしょう。ずっと使ってたのに私たちはね、はい、こんなにこんなに好きなのにこの生地を愛していたのに急にお別れになってしまった。お別れになって一方的に一方的に去ってしまったもう帰ってきてくれないで困ったぞっていうことで、うん、あのもうこれは作るしかないと。作るしかない。ないなら作るしかない。ないなら作るしかない。まあアルティスタってもともとそういう会社というか、ね、そうですね、ないなら作ればいいじゃないかっていうところもあるので作ってみました。はい、それがサンプル第1号。第1号、セレン着てみるか。はい、生地色はサックス。あ、ギア君、いつもの様子だ。生地色はサックス。サックス、あ、恥ずかしい、まあ、生地の色はいろいろ恥ずかしい公開を着替える腕出すのサックスなんで間違えれるからあれ、あの手は。はい、今ガラさんが着てるのは L サイズです。男女兼用 L サイズ。ちょっと後ろもね、ちょっと背伸びしてるけど、うん、前も閉じてみる。はい、上まで閉めたらこう、はい、Lサイズ。そうそう、夏希さん、ちょっと待ってくださいね。はい、今その話しますよ、夏希さん。あ、わかめご飯先生。わかめご飯先生じゃないか先生そうなんです、これね、シルエットすっごい可愛いんですよ。私もこの形すっごい好き でお気づきの通りポケットがありません。今つけます。ポケットはオプションとしてつけます。はい、なんかこうスカッてなるんだよね。
さーてってやったらスッってなった。あれポケットがないんですね。びっくりした。びっくりしたのこれ。まあ、今こちらをベースに、いろいろと、いろいろと試行錯誤を重ねていこうと始まったばかりの企画でございますけど、はい、もう第1弾なので完全に。どうですか、シルエット的にどうですか。あの薄い薄手を着たことある人にしかちょっと分かんないかもしれないですけど、うん、薄い薄手よりかなり軽くて、うん、さらっと着やすい生地感になってます、うんうん、はい、私はこの生地すごく好きで、うん、なんか薄い薄手よりもこうなんだろう、着やすそうだなっていう、うんうん、柔らかいです、かなり柔らかいです、うん、はい、柔らかいよの表現あ、フード、うん、フードかぶったらこんな感じ。これ今まで薄い薄手って生地の色の選択肢がグレー、ネイビー、黒、黒のみ3つしかなかったんですけど、これを我々が作ることによって今着てる、ガラさんが着てるのがサックス、ちょっとブルー系のね、サックスブルーってやつだね、はい、よく言う。あとサーモンベージュ、これはプルオーバー、後ほどガラさんにね着用していただこうと思いますけど。そうなんですね。というように生地の色は40種類ぐらいあってめちゃめちゃかなり選択肢が広がるんですよ。まあ40種類全部は作れないんですけど、今までよりはねちょっとカラフルな、やっぱりグリーン系が欲しいとかブルー系が欲しいとかね、時々ご要望いただくこともあったので、そういった、期待にもリクエストにも応えていけるんじゃないのかなと思います。エンジあったっけな、覚えてないな、もう一色ですか。オフホワイトはやろうかなと思って。オフホワイト、そうだね、うん、みんな何色がいい。前、昔ってアンケート取りましたね。だいぶ前にアンケート取らせていただいたことがあったんですけど、いや、あれですよね、結局でもグレーとかネイビーが人気だったんですよね。そう、あの時のアンケートも参考にしていろいろ色は選んでるところなんですけど、ちょっとアイシャドウついちゃったかもしれない。ミントグリーン、ワインレッド、ワインレッド、うん、答えだ。ダークグレー、あーダークグレー、木グレーじゃダメ、ダークグレーがいい。何、暖色系、あーなるほど、暖色系以外もやりますよ。パステルパープル、気持ちはわかる、パープル、私もパステルパープル、ちょっと好き、淡い黄色、消えそうで燃えそうなの消えそうワインレッドのこと、アサギみたいな、今サックスがそうですね、アサギみたいな色に近いかもしれない。あ、これアサギに近い、うん、画面越しだと分かんないかもしれないけど、皆さんオフホワイトってする白じゃなくて、うん、クリームに近い白みたいなやつですね。そうそうそう、なんでオフホワイトかっていうとプリントがしやすいから。そうですね、タレこぼしたらしゃあない。タレはね、どの色もあかんね、うん、黒に近めのグレーがいい。ダークグレーとかチャコールとかってことかな、うん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 、あ、そう、羊のパーカーの色に近いです。あれ、あそこまでちょっと濃くないけど、ナチュラルまでいかないんですよ、うん、白だとちょっと着にくいけど、ちょっとオフホワイトグレーだったら着やすい、うん、あ、オフホワイト着るって方もいらっしゃるので、選択肢としてはありなのかな。あ、ピンクやラベンダー、プリントが可愛く見える色、うんうんうん、あ、そうか、パーカーで白はあんまり着ないのか、うん、中に白の T シャツを着るにしても、うん、みたいな感じか。京子さん、黒、紺、青くらいしか着ない、わかる。でもこのサックスいいと思わない？私これね、すごい可愛い、ね、サックスいいと思いますよ。ちょっとパキーよ。今ガルさん着たのがサーモンベージュのプルオーバー、うん、M サイズです。これがこれめっちゃ可愛い。これはポケットなくてもいいかなって思ってるんですよ。うん、私も
このサラッと感がいいかもしれない、うん、すごい軽い着心地です。さっきコメントであったんですけど、夏場持ち歩きにいいかもみたいな、うん、本当にそんな感じです。かなり軽いって畳んでカバンに入れといて、まあ、ちょっと寒い時に羽織る、うん、結構ねあの冷房とかきついところ行った時とかにちょっと羽織るのにいい感じかな。茶色水色の土方くんパーカー作ってほしい。茶色水色、水色はサックスにさせてもらおうかな。そうですね、いいっすか先生先生いいっすか。茶色茶色茶色もね、あと3分ブラウン、ダークブラウンとかね、そうですね、いろいろあるんですよ。ありすぎなんですよ。そう、で47色、47色。いやというわけで、こんなのを、まあ、試作でただいまやっております。あの皆さんにいただいたアンケートが生きてますので、はい、ありがとうございます。あ、さっきのサックスのことを指して書いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。わかめご飯先生がいいっていうならもう大丈夫今年明るくて濃いめの茶色流行ってますよね。へえ。それ何色っていうの。さあ、何ブラウンとかっていうの。なんか羊の顔色パーカーが欲しいです。黄色？黄色ってことですか？レモンイエロー的なやつが着れる、うん、なんかね、いっぱいいろんな色があるんですよ。ダブルパーカー、レタスグリーンとか。美味しそう、ね、名前だけで美味しそう。リーフグリーン、葉っぱですね。レタスも葉っぱじゃん。カーキ、普通にカーキ、うん、レタスグリーンハマってる。アイビーグリーンとかね。アイビーね、うん、ターコイズとかもあるしね。レーズンってある。あ、レーズン好きです。レーズンいいね。名前だけです。名前だけプローバーのフード、あ、フードついてますよ。プローバーも。あー、モカね。モカ系の色を探せばいいの。私今日ラミーロードのリュックの茶色、どんな茶色だっけ。あ、いつも使ってない。薄い茶色か。いつも使ってないリュック使った時ですよね。うん、フルオーバーのはフード。あ、今かぶってくれてるね、うんうん、ちょっと髪縛ってるから、うん、ちょっともごってしてますけどとんでもない格好になってハニーモカ、はあはあ、じゃあちょっとそんな色味もね、ちょっと探してみたいと思います。これが伝説のダブルパーカーはい、あ、1時間経っちゃった。経っちゃったちょっとね、脱線しちゃいましたけど、お話聞けてよかったですね。でも見せられてよかった、うん、ありがとうございました。もう一個だけいいですか。あ、もう一個、はい、今このパーカーのお話なんですけど、まあないなら作ればいいじゃないかっていうことなんですけど、国産になります。日本製のパーカーになります。だから国内の縫製屋さんに相談して、はい、協力していただいている商品になるんですけど、はい、ちょっと今までと同じ値段でご提供するのは若干難しいかもしれません。さすがにね、やっぱりメーカーさんが作ってたカタログ品の規制 の、ね、規制の出来上がったものを供給いただくのよりはやっぱり国産も高いんでしょう。なるべく頑張るんですけど、なるべく頑張る、やっぱりちょっと同じにはできないと思います。ゆきちさん1枚まではいかないですメイドインジャパン、メイドインジャパン、うん、ちゃんと縫製した人のサインとかついてるサンプル届いたもんね私が作りました、私が作りましたって、うんうん、あ、そう言っていただけると嬉しい。たくさん、そうですね、うん、
ことは私が作りましたってくるから、私がすりましたが出てくる可能性もありますね。っていうようなパーカーになっていくかもしれないです。うんうん、誰かのサインが入ってくるかもしれない。私がすりましたって言って、スワマヤ。私が梱包しました。ジャスミン。ジャスミン。時々竹内。竹内。こともあるかもしれない。ちょっと面白いですね。そう、生産者の顔つきパーカー。顔つくかな。顔はつかないですけど。でもサインっていうかね、はい、ね、うん、つきますよね。出荷箱。出荷、私が出荷梱包しました。アルティストらしいっちゃアルティストらしいですけどね。そんな商品になる予定です。はい、はい、そのお時間ありがとうございます。はい、発売の際にはぜひご覧いただければ、はい、幸いでございます。幸い、これ幸い。以上です。以上です。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではですね、今月について先ほども言った通り、5月30日、購買は休みの予定となっておりますのでご了承ください。で、次回の放送は5月31日。皆さんお茶ありがとうございます。お茶ありがとうございます。ごくごく飲ませていただきます。あ、お疲れ様、ありがとうございます。5月31日月曜日で、31日も、まあ、なんだっけ、営業日ではありますが、18時から同じ時間を予定しておりますので、お時間合う方はご覧いただければと思います。そうですね、はい、というわけで、今週もご視聴いただきありがとうございました。あ、ひちかたくんいた。ひちかたくん見つめられながら配信してたよ。なんだっけ、ひちかたくんパーカー作るよ。あ、ひちかたくんパーカー作ろう。これで、それだね、これ、うん、いいですね。先行受注とかやっちゃおうかな。おっ、ジンくんとかもね、これ作るときね。あ、楽しそうですね。うん、何の話だっけ。何だっけ。ああ、6月の営業時間とか、まあ、休業とかそういうのはまた確定次第ご案内いたしますので、購買部じゃない、購買アルティストのツイッターなどから見ていただければと思います。そしてあの YouTube とかもね、あの動画配信、あのアルティスタ一同頑張っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いいたしましょう。その前に29日の配信で会えるかな。29日もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。